私たちの銀河、ここに輝く2000億もの星は、太陽と同じように自ら光る恒星です。星雲の中で恒星が生まれています。惑星を持つ恒星も多くあります。その中の一つが私たちの太陽系。土星の輪は無数の氷のかけらでできています。木星は水素とヘリウムでできたガスの惑星です。火星の空気は薄く、乾燥した大地が広がります。命あふれる水の惑星、地球。青い海に覆われ、大気のベールをまとい、白い雲の帯が流れ、大気が絶えず巡ります。
球から見上げる夜空。季節が変わると星座も移っていきます。雲のように見える光の帯は天の川。無数の星たちが集まってぼんやり光って見えています。この広い宇宙の中に地球のように命あふれる惑星はあるのでしょうか。地球には命を育む特別な仕組みがあります。地球生命は海の中で生まれ、大気に守られ進化してきました。私たちにとって当たり前の水と空気が何十億年も変わらずここにあったことは奇跡なのかもしれません。人間の体の半分以上は水でできています。水は生命の体の中をめぐり、地球上のあらゆる場所、空をもめぐってゆくのです。水分を含んだ空気は対流して上空へ運ばれると雲になります。雲の中で小さな水の粒が大きく育つと、やがて地面に落下し始めます。恵みの雨。空高く成長した雲の中では氷の粒が激しくぶつかり合い、やがて稲妻が天を走ります。地球の大気の循環が生み出す激しい現象です。降り注ぐ流星群。空で光っているのは宇宙から飛び込んでくる小さな氷や岩と言われています。その光る高さは約100キロメートル。太陽系の旅人彗星が撒き散らしていったものです。地球には毎日たくさんの流星や宇宙からの強いエネルギーが飛び込んできます。大気は地球全体を優しく包み、バリアとなって生命を守っています。
心地よい季節の変化、地球の気候が穏やかなのは大気と海がバランスよく気温を保っているからです。冬の星座たちが夜空をにぎわす頃、空気もすっかり冷たくなってきました。様々に形を変えて地球を巡ります。地球の呼吸が聞こえてきそうな夜、雲、雨、雪、氷、水がさまざまに形を変えて地球の空を巡ります。雲のずっと向こう、空はどこまで続いているのでしょう。オーロラは雲よりもずっと高く、宇宙と地球の境目で光ります。オーロラが光るとき、雷よりもはるかに大きな電流が地球規模で流れます。
その巨大なエネルギーの源は太陽。太陽から飛んできた粒子が地球の大気を光らせているのです。酸素は赤や緑、窒素はピンク。地球に現れるオーロラの色はこの地球の大気ならではの色なのです。オーロラが光る高さは地上から約100キロメートルから500キロメートル。その上には宇宙が広がっています。空は宇宙を眺めることのできる窓。目の前に降り注ぐ光は宇宙からのメッセージ。私たちはこの空から頼りを受け取ることができます。命あふれる惑星、青い海に覆われ優しい大気のベールをまとっています。宇宙から見ると水と大気はこんなに薄く見えますが、地球全体をずっと昔から包んでいます。そこに生まれた生命は数十億年の時を経て文明を持ちました。私たちは空と地球と全てにつながっています。地球の姿は奇跡の景観。私たちはここに住んでいます。